注目の一戦、ボルク反対成瀬正幸です。熊久保さん、はい、この2人実は93年10月福岡のトーナメントの1ラウンド1回戦でね、はい、対戦していまして、成瀬選手その時カウント8のダウンを奪ってるんですよね。はい、はい、ですね、今回はですね、力でも技でも前回とは比べ物にならないと、前回とは違いを見せますよと言ってましたね。かなり張り切っています。ちょっとヘアスタイルも変えてみました、成瀬正幸。あれ 何か意味があるんですかって言ったらですね、全く何もないです手入れが楽だからって言ってましたけど、なるほど、はい、おっとハイキック。さあ関節の鉄人ボルクハンにどう挑んでいきますか。懐に入りました。んっとおっとっとっと、危ないぞ、手首を掴んだ、反応パターンだ、おっと膝のあたり掴んでいます。裏を取るか。成瀬選手本当にショートレンジの戦いのように打ってますね。おっと出ました、すごいですね。アキレスを決めながら、さあどうするんでしょう。成瀬が勝ちますともちろん超ウルトラ大金星、これランキング戦では実はないわけです。つまり成瀬にランキングがありませんので、はい、ですけども、これを勝ったら僕を認めないわけには周りはいかなくなるでしょう、はい、つまり裏のナンバーワンを狙うわけですよ。そうですね、面白いこと言ってましたけども、裏の南京ナンバーワン、相手は格上ですから、その相手の胸にですね、借りるつもりでやるのかって聞いたらですね、そういうことは僕大嫌いなんですよと成瀬らしいですね、勝ちに行きますよと言ってましたね。スタンディングの状態、アキレスはまだ完璧には決めていません。何をしようというんだ、また先か、レッドスプリット、そしてアキレスだ、いやヒールホールがいた、成瀬選手読んでましたね。ヒールホールではありません、自打十字だ。いや展開、今だとよくハン使いますよね、はい、成瀬選手はそれも待ってましたよね。そうですね、その対応を考えてましたね。ちょっとハンにしては入るのに、ね、時間かかりましたよ ね成瀬に余裕を与えてしまいました。まあ、4月20日山本 のバイトゥード参戦、あれが自分に気持ちに火をつけたと言っています。いい刺激になったでしょうね。バイトゥードに出るっていうわけではなくて、自分のファイトに対しての火をつけた。ローリングして入っていきましたが、あまり我慢はできないですよ、これ。まあ、サブミッション、きちっと決める技ではないんですが、完全な痛め技はきついと思います。飛ばしてますね、ハンも。はい。まあ、成瀬が、まあ、これは熊久保さんもね、気になったと思いますけども、間合いの取り合い、はい、主導権の取り合いになるだろうと読んでたんですが、なんかそんなような感じがあります。首離しません。しかしなんか今日ハンが力強く見えるというか、すごい簡単に投げたりこう、したんですね、成瀬選手は。まあ、タイミングがいいんでしょうね。締めを緩めていたんです。そして足で奪い返しました。今はうまい逃げ方しました。また腕し逆十字になるか、どうだどうだ、頭を押さえつけながら、さっきはうまい切り方を見せましたボルクハン。本当に一歩行き返ってますね。おーっと切れた切れた、危ない、足の先まだだいぶあります。あ、またさっきとられた、同じです。完全に研究してますねこれは。なんか一回離れて。
一瞬半が なんだみたいな感じこうなりましたね今ね、はい、はい、緊急してますよこれは、はい、あの状態でまず半は間違いなくあの寸分狂わず逆重心の体勢入るんですけども、はい、ちょっとずれてずらしてるんでしょうね、ダンスの方がね、はい、まあ、あの体を揺すってですね、その隙間あの相手の締めを緩めてるんですよね、まあ、おっとっとこの辺当たりません、はい、引っ捉えたぞ、危ないぞ、180度みたいな形、いやいや違う違う、膝重心入ります、非常にシンプルな技を出しました、ボルカン、今ねですね、あの成選手のですね、狙い良かったですよ、あの首相撲をですね、はい、やってあの膝をやると見せかけてあのすごいショートリンジでのハイキックを出したんですよ、はい、あ、まあ、ちょっとあのスピードが なかったですけども、今の技は極めて面白いですね、はい、ああいう技使う人いませんからね、リンジは、はい、払ってきました、おバックブロー、まあ、当然朝廷のバックブローです、スケンラカメアキレステンダンホールド、これもやっぱりずれてるんです、当然ナウセもフョードルフコーチからいろいろね、はい、テクニックをマスターしてるでしょうし、そうですね、でもただあの研究してますよこれは、一つ一つその成果が現れてますよね、技の開始から一つ一つに、あるいはウルトラ金星が今日乱れるか、ボルクハンというのはあの、まあ、ここまで25勝7敗なんですけども6連勝っていうのはないんですね、今5連勝止まりなんですよ、まあ、数えてみますか、おっとベースロックか、あるいはスリーパンなのか、首を絞められます、スリーパン気味に入っています、これはまだ不完全、不完全、足を伸ばしました、エスケープを取りました、ボルカンからエスケープを取っています、これでエスケープ一つずつ、今日したがって先ほどの話ボルクハンが勝ちました初めての、まあ、6連勝ということになります、今まで5連勝というのは3度経験しているボルクハン、奈良選手にとっては、まあ、気持ちのいいあれですけどね、あの材料ですけどね、さあ、まあ、そう甘くはないと思います、出ますよ、お足を絡めた、あ体重で首潰していきました、これはあ首取られてたんですね、長い腕ですね、腕ですか、あそうです、はい、失礼しました、これで成瀬がエスケープを重ねまして2つですからワンダウンになります、いい試合を見せています、はい、成瀬が検討していると言った方が当たってるでしょうね、今日はね、そうですね、はい、ここまではハンも余裕を持ってこう間を作るようになりました、ちょっと見てるって感じですね、ちょっとそんな感じですか、ハン打ったぞ、後頭部落ちました、ランキング1位のボルカン、ハンもちょっとおっとハンに対して腕しぎ、さあどうだ、ハンはうまい切り方を見せました、さあどうやって切るかですね、ここからちょっと力を任せですね、足取られましたね、取ったのか入れたのか、ああ引きずり込んでいく、引きずり込んでいく、ハンの手伝ってきますね、リストロックではないですね、単に腕を2つ持ってただけです、またザキーだ、レッグスプリット、これどうするんだ、おー珍しい、シングルのボストンクラブ見えるかというところだったんですが、そうですね、あ成瀬選手、ハンがですね、その技を決めに入る瞬間を狙ってですね、はい、体をひねったりですね、回転させたりして技を外してきますね、はい、ハンに対してヒールホールド今かけてましたね、成瀬正幸、八人形だ、八人形だ、はい、おー遠い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 、アームをロックされた、さあひっくり返されたぞ、逃げる逃げる、まだ余裕があります、そろそろハンも来るんじゃないですか、そうですね、近づくかもしれないですね、今ちょっと前を、あでもダメージを負ったんでしょうか、はい、スタンディングの状態でちょっとこう間を作るようなところが見られました、バルカン、さあここです、ここから行く、ハンが投げるか、ハンアウト、
抜けましたね。ハンがちょっと投げ、おお、後ろ取った、後ろ取った、さあスリーパー入る、これチャンスかもしれませんよ。体をひねりながら、いやー抜けます、決めることができなかった。あ、足を取ってます、足を取った、うれしいな、自分がロープを添えながらのうれしい、これで成瀬のロストポイントは2ダウンになりました。ダウン自体はありませんがエスケープを重ねて2ダウン。あ、成瀬正幸です。成瀬選手は逃げ方うまいんですけども、あれ攻めないと勝てませんからね、あのボディになってきたところですね。ここからですね、おっと政権か、アームロックからまた先ほど見せたような感じで入ってきます。おっとうまい具合にディフェンスしている、ハンナディフェンスしてる、腕を伸ばす、腕を伸ばす、まあいわゆる、まあ、アームロックなんでしょうけども ね、相手の上に乗りながらディフェンスしてました。まさに関節の鉄人、完全と成瀬もそれに立ち向かっていきます。どうですか、これは見せ技のようです。ここからあの手首取られて、あの腕を決めながら投げるというのが怖いですね。これですね、このパターン、よくあるパターンです。しかしみんなボルカーのビデオを見てますからね、成瀬選手は本当研究してますよこれは、はい、ここからどうやって作るかですね。そうですね、こういうポジションを取ったんですから今までにない感じ展開になっています。ハンはちょっと休んでるような感じでしょうかな。あーっと後ろからのスリーパーだ。これですね、あの選手の両足をですね、相手の足に絡めて動きを止めればいいんですけどね、足に絡める、そうです、足に絡める、はい、上から締めていきます。ゆっくりと動いている。あー、この辺は身長差もあって体重差もある。ハンがうまい具合に逃げていきます。ちょっと今余裕のブレイクでしたね、北沢レフェリーブレイクを命じました。拍手が湧き上がります。大阪府立体育会館、はい、先に仕掛けろ。ハンが徐々に何かこうゆっくりとでありますがプレッシャーをかけ始めるようなそんな目つきです。何と表現するでしょう。トンプ止まってますね。ボルカハン選手のプスでございます。ネックロック、ネックロック、うん、まあ足で絡んでますからね、まあ、確かにネックロックであります、はい、難しいですよね。そうですね、まあ、あの研究してたんですけども、探すとやはり新しい技、まあ、新しい技を出した、はい、選手もあの成長ぶりも伺いましたけどね、はい、初めてボルカハンが新しいハブミッションを見せてくれました。まあ、複合技であります、はい、レックロックで成瀬正幸健闘を及ばす、退けています。ボルカンです。吉田さん、思ったよりの苦戦でしたね、そうですよね、はい、すげえ勝ち上がった試合。